ホーム、田野駅は、高知県八木郡田野町にある、土佐黒潮鉄道5面、那覇線の駅。駅番号は、GN22。仮称は、土佐電屋駅で200メートル那覇よりに設置する、予定であった。交換設備を備えた、相対式2面2線のホームを持つ、駅員無配置の公開機である。2002年の開業から長らくホームへのアプローチは、階段のみであったが、 2019年3月16日、秋方面行きホームにエレベーターが完成、同日から稼働を始めた。秋駅を除く、道路線の交換可能な駅の中で、唯一一線スルー構造になっていない。他の駅が10番ポイントを使用するのに対し、東駅に限り8番ポイントを使用し、40キロ制限を受ける。その一方、信号設備上では1番線を上下手本線。 2番線を上下副本線としており、設備も両方向の入線、発車が想定されているが、すべての定期列車が停車するため、2019年3月15日までは、ホームは方向別に使い分けられていた。上記のエレベーター完成後の2019年3月16日からは、那覇方面域の車両も早朝の2本を除き、もともとの秋方面行きホームに停車するようになった。 また、当駅北側のホームに設置されている待合室は、道路線の2面2線のホームを持つ駅の中では唯一、扉などの囲いがない待合室となっている。駅前を国道55号が走っている。駅のすぐ前には、道の駅田野駅屋があるほか、コンビニエンスストアもある。また、徒歩5分ほどの範囲に比較的大きなスーパーや、ホームセンター、総合病院、 公共施設などが位置する。当駅は田野田の温泉の最寄り駅でもある。駅前に発着する。名称は、田屋衛進君。土佐金納二23詩にちなんだ、獅子風のキャラクターである。このキャラクターのモニュメントは、物産展の手前に設置されている。当初の原案では杉をモチーフにした、田野杉尾君であったが、ややイメージが異なると、沿線市長らの声を受けて、 現在のキャラクターに変更された。ありがとうございます。